D-TECH のメディアマジック。ニューパズマルさん新品卒業計画。はい、今回ですね、新しく、ニューパズマルさん新品卒業計画、前のパズマルさんがなんだろう、ニューになってます。それ前のもあるんですけどね、新しく出たのでやっていきたいと思います。早速できるかな。タップしてスタート。ヘルプ見る前に、いや、ニックネーム、あい、また来た。あい、またこの名前8文字。さあ8文字だ。今回は8文字決めてくりゃよかったな。はあ、また悩むな、名前が。どうしようかな。じゃあスイーツでいきましょう。ちょうど8文字だよね。うん、スイーツで。ちょうどね、ちょうど今キッズ施設の方でやってるもんでね。ああ、ダウンロードかかるのでカット。はい、ようやく終わりまして、事前予約特典全員にマツジュエル150とホストオストマツプレゼント、ページは関係あるのかな、これ。2ページ目。ああ、プレミアムガチャが本来50個なのが20個で回せると。アイドルゲットしてくださいと。チュートリアルだ。こら。なぜそれを使う自由します。ページをタップしてパズルを始めてくれ。1番目。おお。はあはあはあ。奇跡の場か。ブロックを1を、イブロックを1個、ランダム除去と、ブロック1個、ランダム除去、終わりなき試練。全部回復には2時間30分か。
ヘソボと同じ回復量だね。20単位内にブロックを消して2500点を取ろう。まずはパズルの遊び方。ブロックは動かして3つに並べて消える。試しに消してみてくれ。4つを消すと発光ブロック、発光ブロックを消すことで 1S ブロックが消える。十字ね。で、L 字か。T 字か L 字で。僕らなんて周りのブロックが消える。はあ。これは前の、前の確か、太陽ブロックとかそんな感じのやつ。と似てるね。神松が出てくる。午後で神松。はあ。動かして入れ替えたブロックを全部消してくれる。はあ。あ、なるほどね。こういう消しかもいけんね。ルーレットブロック。これはもうわかるね。はあ、はあ。制限単位内にスコアの一つ目の星に届くとステージはクリアだ。自我戦の場合もある。はあ、これをクリアしてると。はあ。時間制限がない場合は、煽ってくんだね。こういうの見えないんだよな、なかなか。時間をかけても見えなかったりする。ちょっと待ってね。なんとかして組み合わせたいんだけどな。なかなかないんだよな。こういう感じで。あった。4つ。で、あ、これか。十字消えたしょ。シャッフル。あ、消えない。つまり盤面が積んでたのか。縦紙松。ラストボーナス。ん？これは勝手になるの？なんだこれ。よくわかんないけど。よくわかんないけど、勝手に星3になったけど。どういうことなんだ。次のステージに挑戦してみよう。12体内にスコアを達成しよう。やってやるぜ。12体内にブロックを消して1200点を取ろう。スキルについて説明。スキルは押し松のブロックを消すことで発動することができる。押し松のブロックを消すと消した数だけスキルカードが減っていく。スキルカードが0になるとスキルを発動できる。ブロックを消してみよう。ああ、スキルカード減ったね。なるほど。消した分だけ減るのか。キャラの上に松マークが出てくる。松マークをタップするとスキルが発動する。どうだどうだ。さすがマイブラザー。はあはあはあ。適当に頑張ってね。適当に頑張るのか。なるべくたくさん消したいんだけどな。
なかなか組み合わさらないな。あった。よし、4個。で、これでいこうか。その後にラストボーナスが入ってくるのか。あ、勝手なんだね、これ。見たか、これが俺の実力だ。はあ、これガチャまだ引けないのかな。16体の偽ブロックを消そう。お邪魔ブロック。へい、へい、へいなのか。へいは隣接したブロックを消すことで消える。試しに消してみて。はあ。そういう感じなんだ。あ、へいを消すことで、クリア条件が OK になることもあるんだ。今回はそこの塀も消してねって。はあ、ははあ、とりあえずこれ消せばいいんでしょ。なんかこれトッチのスキルみたいだね。パズマツの。見たか、これが俺の実力だ。いきなり2万とか取ってんだけど。梨もらったけど。基本説明はここまでもそんなに難しくないだろう。はあはあ。注目すべきは15ステージを全部星さんでクリアするともらえる福引き券。福引きを3枚集めると別のキャラがもらえる福引きを引くことができるぞ。覚えてくれたかな。じゃあ最後にご褒美で松ジュエルを50個あげよう。ガチャ引いてみようぜ。見えづらなんか。へ。ガチャではキャラをゲットできるのに、実際にバズ使えると。AI 以上の確定はプレミアムガチャは松ジュエルを使って引けるよ。ノーマルガチャはコインを使って引くことができる。キャラ進化すると3つの梨が出てくることもある。チェリーガチャはシチェリーを使って引ける。チェリーガチャはガチャでキャラが被った時にゲットできる。はは、これね。無償分ね。何が出るかな。顔が真顔なんだけど。なんだ。TGC おそ松。はあ、はあははあ。なるほど。あとは自由にやってくれ。
と、ここまで進めたんですけど、なるほどね。これが基本的な操作の仕方なんです。まだ全然慣れてないけどね。ちょっといいキャラが出るまでちょっと粘りたいと思います、今回は。なので、ちょっとここからはカットすると思いますので、しばしお待ちを。はい、ようやくですね、出ました。星5からまつ2さん、アイドルからまつ出ました。今回これで進めたいと思います。はぁ、なかった。そして何か押せばスタートダッシュログインボーナス。これあげる。ジュエル。うわぁ、なんかすごい。よかったね。コインをゲットしよう。これは後でやりましょう。じゃあパズルを使うキャラを選ぶことができる。あとポストが増えたんでね。お、来た来た、ホスト。おそ松兄さんとスタートダッシュ特典とまとめて受け取りましょう。よし、受け取ったね。受け取って、ブロックを撤去1回。ドペリ張ります。ん？すげえ声出たけど今。どうだどうだ、どうだどうだ、ドペリ張ります。どっから声出てんの桜井さん。ここは俺が行く。元々のスキルがブロックをランダム1個除去でしょ。虹、選択ブロックをすべて自ブロックに変換。ブラザー一緒に歌うかい。うんうんうん、親愛度アップは、はあ、ははあ、シナリオはどうやって普通に使えば上がるのかな。まずはメインに選択を、虹が出たから虹にしよう。俺の出番か。で、あ、サブも同じにキャラは選べるのに、服装は違ってもサブ。俺が行く。こんな感じで。で、ちょっとずつ見ていこう。オプションはプロフィールお知らせヘルプお問い合わせ。でもプロフィール変えれるんだね。というわけでこちらでも募集しておきます。こちらでぜひぜひお願いします。後で文章は変えますので。ここでフレンドが、まだフレンドはない、ないんでね。じゃあちょっと一箇所だけやりましょうか。この状態で。おさらいとしてね。16体何してブロックを消そう。さあ、行こう。俺たちの世界へ。
おお、動画を見てアイテムゲット。あ、動画を見た後に使えるんだ。今回は使いません。このまま行きたいと思います。ほう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 。だとしたらこれかな。これ使うでしょ。2段目、考え中イエスさあ、どうします。あれになったね。とりあえずこうして、でこうして、んこれ神技出るね。すごいな、奇跡だ。あ、クリアしちゃった。スキル発動前にクリアしちゃった。うん、これはもう問答無用でクリアだね。勝利の美酒で乾杯だ。ボーナスがすっごいんだけど。はあ、こんな感じで通信中。でこちらまだガチャは貯めとくべきかな。ノーマルガチャ何が出るんだろう。はあ、ノーマル、進化すれば上下キラーになるんだ。はあ、ん違う、ノーマルガチャからはキャリアなしやすいにします。はあ、ははあ、チェリー、あ、なるほど。進化すればなんとかなるのかな。チェリー、これまだチェリー子はできないですね。というわけで、ほとんどね、ほとんどやってないんですけど、とりあえずは、まずはフレンド、とにかくまずフレンドですね。まずこっちか、オプションの。とにかくまずは、フレンドを大募集しておきますと。